皆さんこんにちは。さあ始まりました、アローへ行こう。さあ今回の収録店舗様はまたまたやってきました。じゃん、ナンバヒップスさんです。イエーイ。さあ今回のメイン MC を務めさせていただきますのは、私リーチエンジェルの青井かほです。よろしくお願いします。そして今回の私の応援に来てくれたリーチエンジェルのお二人も紹介したいと思います。皆さんこんにちは、リーチエンジェルの原ゆずなです。今日はしっかりと応援して勝利の女神になれるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、福沢マリアです。今日は青井さんの応援に来ました。よろしくお願いします。はい、ということで今回はリーチエンジェルのお二人と私青井かほのこの番組をお送りしていきたいと思います。イエーイ。ちょっと待ったー、ちょっとおかしい、おかしい、おかしいから。リアさんどうしたんですか？なんでいてるんですか？何してるの逆に。いや前回メイン MC 交代って言われたじゃないですか。泣いてたやんあの時やっぱり。いやこの番組って確かにね、はい、前回私負けました。はい、ボコボコにやられましたけども、最近ねずっと、はい、負けてましたね。はい、交代にもなったんですけど、はい、やっぱりこのアロエ行こうといえば私望月リアの番組じゃないですかね。そうですよね。私の時代が来たと思ったのに。時代とか言ってるし、もういや切り替えが早いなほんまに。いやということで今日はいいんですよ、カホちゃんにも出てもらっても。はい、はい、あのバトルしましょう。私とバトル、バトル対決しましょうここで。へえ、イエーイ。いやそう、いやもうそんな感じならもうまずもういい、ゆずなちゃんのマニアちゃんちょっと聞いてみますね。いいですよね、私との対決を応援してくれますよね。イエーイ。じゃあ分かりました。じゃあルールは私が決めてもいいですか？はい、あ、はい、全然どうぞどうぞ。はい、はい、じゃあ、はい、今回のルールは軍資金1万円ずつで早くどっちが当たるかの早掛け勝負にします。早掛けね、はい。え？イエーイ。いやいやもうすごいなほんまに。わかりました、はい、早掛けで対決ですね、はい、でもやっぱりもう対決だけではね面白くないんで、そうですね、罰ゲームをね、はい、私が、はいはいはい、私がね決めたいと思うんで、はい、いいですか？それはわかりました。はい、ということでね早速バトルスタートです。イエーイ。イエーイ。先言った先言った、イエーイ。イエーイ。リーチエンジェルがアローを舞台にガチ実戦。1人 10K を軍資金とし早掛けバトル。望月リアちゃんと青井かほちゃんがバトルをしながらプラス収支を目指します。ちょっとした罰ゲームを含めた対戦になるんですが、さあどちらが勝つのか。そしてリアちゃんのこれからを占う一戦になるかもしれないぞ。アローへ行こう、始まり始まり。今回訪れたのはアローナンバヒップス。パチンコ674台、スロット367台設置されています。全フロアプラズマクラスター設置。2015年12月13日をもちましてナンバヒップス8周年を迎えました。ということでですね、2階のスロットフロアにやってきました。え、かおちゃんは何打ちたいん？めっちゃ目押しうまいね。ジャグラーとかどう？ジャグラーも好きやけど、ちょっとリアさん今日は行きましょう。 はい、ちょっと見ましょう一回。あ、リアさん花火もある。花火ね、私もちょっとリーチ目とか全然わからない。今勉強中の花火なんですけど、ブラックニューパネルも出てます。どう？北斗は？北斗、あ、北斗もいいけどどうしようかな。もうたくさんのお客様座ってますね。あ、バジリスク2。あ、バジね、バジ、まあ、絆もいいですけど2も確かに。あ、しかも2の台数で2台、ね、3台も揃ってるし。そうね、めっちゃ台数も多いんで2すごいてるし、ここにしましょう。それではバジリスク2で実践していきたいと思います。頑張ります。頑張ります。めっちゃねバジリスク大好きなんですよ。え、この2は打ったことある？あ、あります。あ、あるんや意外に。打ったことプライベートであるんですけど買ったことない。買ったことないみたいなんで今日はだから
集中頑張っていただきたいんですけど。確かどれが一番いいですか。私は勝負いくけどね。じゃあちょっとリアさんが勝負がいいっていうのでちょっと勝負で一発勝負してみたいと思います。ね、一発勝負ですけど、え、何してんの。ボタンが分からなかったです。私が言い出したことなので罰ゲームを受けてきました。ダッサ。リアさんめっちゃダサい。いや私はあの衣装に着替えるって言ったのに、はいはい、そんなんいつもと一緒やんみたいな感じで、あの下だけ衣装っていう、もう何この格好柄も何みたいな。いやでも似合ってますよ。さっきより。うるさいうるさい。さっきより似合ってるんでもっと映してあげてください。いやもうほんまそれにしても何天然背景引いてやばくないですか。ちょっとほんま単発ちょっと私もびっくりしてるんですよ。願えないもんね。ちょっともうほんま怖いんですけど。いやでも私も追いつけるように今からね。はい、まあ、頑張ってください。後ろ、はい、うざいわ。頑張ってください。頑張る。はい、頑張りたいと思います。おお、発展しました。電気一番ないよ。もういやーよけろー。あーですよね。ほんまバジ2の電気マジで倒せないですからね。ほんま何対何やろう。5対5でこれ継続したらリアさんまた罰ゲーム受けてもらえるんで、ちょっと頑張って継続したいなって思うんですよね。入った。ちょっと待って。ホーキー押せ。いや入ったじゃないですかね。リア
いや、それ継続するやろ、もう。もう来たー、来たー、多分当たる、多分当たるんやな、うん、言いたくないけど。いや、リアさんが当たるって言ってくれましたよ。出たもん。小四郎撃破しましたよ。ってことで、まあ、次確定ですよね、リアさん。はい、アロハな感じで、もう継続するので私は着替えることになるんでしょうね。徐々に徐々に生着替えという感じで。ちょっと罰ゲームとか言って可愛くなってますよね。ありがとう。もうほっとけましょう。いや、ほんま何も引けてない。やばいやばい。じゃあ第2セット目に入るんですけど、5対5です。竹と一緒、赤い赤巻物、ね、赤巻物来ました。あ、ちょっと、いや、これも次確定じゃないですか。いや、これもあるよあるよ。確かにあるよ、やばいよ。おお、あ、もう来た来た、これ来た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 、やばいやばい。創始創殺。さあ、これもいや、変わってくれるんではないですかね。今、かほちゃんがね、2回、3回目の継続は確定となったんで、はい、私のアイテムがスカートから1、2、そしてこの、なんとも季節感のない花の3つがね、今、アイテム増えたんですけど。いや、ちょっと、はい、あの小物ばっかりずるいんですけど。いや、もう次脱ぐから。粉一気にバーっていったらじゃないですか。そう、なんかその私はもう逆に着替えるって言ったんですよ、はい、はいはいはい、はい、逆に着替えるって言ったけど、そんなん普段と一緒やんっていうことで、こう一個ずつ増やしていけと、だからでも次多分ね、はい、いや次もうすぐに、まあ、やっちゃうんで、はい、まあ、着替えてもらってもいいんですけどね。もういやいやいや、でも、まあ、天然背景としても、もう 20% 引いてくれたら、終わるんで。いや、終わる気しないですね。私、念を送り続けてるんで、横に。ということでね、頑張ります。はい、かほちゃんこのまま継続して、私はもうかほちゃんに追いつけるように、まだまだ今からね、頑張っていきたいと思います。はい、いきます。じゃあ3セット目突入です。3対3で、赤文字負けましたよ。これもね、はい、負けたんでね。はい、あ、初めて見たこのシーン。はい、来た。はい、平然倒れましたよ。いいですね。これで4セット目に入るんですけど、もうストックはない状態なんで、ちょっと続くか不安になってきました。お、やっと海岸、やっと行った、リアさん。ちょっと待って、いや、まだ分からないですけど、いいですか。なんで、
こで後期が海岸。いやもう次こそ324回転の2回目の海岸。お最後にチャレンジ、いや勝負でしょ、入れてくださいよ、勝負でしょ。水中ですわ、私の台。はい、あー来た、海岸3度目、めっちゃ行ってるから、もっと入ってる。いやほんま3度目の正直で3度目の正直で勝負選びましたね。めちゃめちゃ強制に引くやん、横で。お副長南部焼きだ。このシーン本当泣けるんですよ、アニメの。してくれてます、拍手。はい、ということで、はい、まさかの実践費が、1万円なくなっちゃいました。早いですね、リアさん。いやほんま、あんなもう両サイドで出されたら私気分弱くなるし、はいはい、もう海岸チャレンジ3回するやし。すごかったですね。結果どうやったんですか？いやもう全然開かないですよね。もう居眠り中ですよ、あの台。ほんまに私開いたんですけどね。ほんまにね、うん、横が開きすぎてて私らも起きないみたいな、レブリ姫みたいになってますよもう。ということで私に実践費をください。これですか？はい、欲しいですか？はい、いや欲しいって言ってるんですけど、はい、ちょっとやることやってもらわないとねえ、曲げるも曲げれないんで。いやもういいです、この格好の方が恥ずかしいんで着替えます私。はい、はい、先着替えてから。はい、お願いします。はい、行ってきます。じゃあリアさんのお着替えタイムが終わったみたいなんで呼びたいと思います。リアさん、アロハアロハ。ちょっとなんちゅう格好してるんですか？ちょっとめっちゃもう真冬やのに真夏の格好してる。意外にもなんかもうほんま嫌ですね、衣装なんのんて。いやでもめっちゃ恥ずかしかった来るの。ちょっとこもってたからですよね。こんな真冬にこの真夏の格好、ほんまに。でもノリノリでね、源之助様にも早くね、はい、この格好でちょっとセクシーなお色気作戦でちょっと目覚めてもらおうかなと、はい、思ってるんで、はい、私も会っていただきたいと思うので。リアさんこれで頑張ってください。はい、これで頑張ります。リアさん、ちょっと今日見せ場ないんちゃいますか？じゃあここから
ちは。入りたいと思います。わー、すごい。ありがとうございます。リアさん、あー、スープ場拝見。すごい、スープ場。スープ場、スープ場。もう倒してくれるんじゃないですか。はい、来た。行けました。はい。リアさん、1000枚超えました。ほんまに見てるから横でずっと。あなたより先に見てるよちゃんと。はい。私の源之助様をやってくれる人なんで、うざい、ちょっと信じてみたいと思います。わー、一番寒いパターンですよ、これは。ちょっと弱いな。弱い。やめちゃった。いや、復活パターンがね、まだ残ってるかも。いやね、こう見せかけて、でもまずリスクタイム終了って書いてるんですけど、403ゲームの1074枚。なかった、終わり。さあ、それでは中間発表の前に、ナンバヒップス様のここヘリポートに私も招待していただきました。かほちゃん初めてやもんね。リアさん見てくださいよ。そうですよ、ここがこのね、ナンバーヒップス様の、もうほんまにすごい、すごいでしょ。私もね、1回目来た時ほんとびっくりしたんですけど、もうナンバの夜景が一望できる、はい、夜とかすごい綺麗ですもんね。はい、夜もやばいですはい、もう大興奮でね、今、はい、みんなでキャッキャッキャッしてたんですけども、はい、肝心のね、中間報告ですか。はい、まず私からでいいですか。もうお願いします。サクッと、はい、はい、私が今投資が17,000円で、はい、7,000円で、大当たりはゼロという感じでですね、はい、もうかほちゃんが投資2,000円で、2000円でどうなったんですか。ちょっと今は1000枚ちょっと出てるんですけど、いや、すごかったですね、うん、いきなりのね、はい、バジリスク2を実践させていただいたんですけど、ちょっと天然の背景を引いて1000枚ちょっと出させていただきました、うん、でも、もっと続くんちゃうかなと思ったけど私も、ね、まあ、前半戦で、はい、終了、今一旦ね、はい、大当たりが終わった、一旦終わってる状況です、はい、感じなんで、はい、ここからはちょっとパチンコ、パチンコに、うん、なんかちょっとね、大移動して、はい、はい、また気持ちを切り替えてね、ちょっと私も、はい、勝負に挑みたいなと思っておりますじゃあ、それでは後半も頑張ります。行ってきます。はい、それでは前半はスロットで勝負したのですが、後半はこの AKB48 バラの儀式のパチンコで勝負したいと思います。頑張ります。じゃあ、まずやっぱ AKB48 といえば、はいはい、おしめんね、おしめん、おしめん、うん、私はここは私にちょっと雰囲気が似てる板野友美にします。まあ、わかりました。そこまで似てないです、で、私は
私似てる、コジハルで全然もうちょっと左の方ちゃう、大丈夫、コジハルでいい、コジハルではい、コジハルとトモチン推しではい、頑張りましょう。はい、実践スタート。おなんかゲーム始まってる。いけいけいけ。めっちゃ大きい怪獣みたいな、開いてるけど大丈夫かな。なんか買ってる。え、なに、何ですかこれ。じゃんけん大会、なんか買ってます。え、なんか当たったえ、意味わからんねんけど、いつの間にか当たってましたけど、次はどんな格好で来るんですかね。パワーアップして、ちょっと、お、しかもめっちゃキラキラしてる、めっちゃぐるぐるしてるけど、なんやろ。ロングレーザーは注目の合図って今のですかね。アオホデューなんであんまりは期待してはないんですけど、ちょっとミルキーっていう文字赤かった。え、サプライズ。おお、これはチームサプライズによる激アツのリーチが始まります。激アツのリーチが始まりますって。激アツみたい。ちょっと待って、チームこれのカットインが熱いかも。え、さっきの熱いみたいですよ。来い来い、はい、来た来ました。え、これボーナス獲得でよかったですね。
75%、信頼度、いや
信頼度は75なんでね、ちょっと期待でしょう。本当に今2位です。おー、2位現在こじはる2位ですよ。いけいけ、はい、あー、なんかお尻リーチ、はい、はい、あ、あ、え、しかもタイトルが黄色でしたね。ということで早掛け、次は私が当たっちゃって終わっちゃってるんで、かほちゃんも着替えに行ってもらおうかな。わかりました、行ってきます。いってらっしゃい、バイバイ。かほちゃんが多分6連だったんで、私は12連目指したいと思います。終了してる間に当てることができて本当に嬉しいです。もうほんまいろんな罰ゲームしてもらいたいですね、この後からかほちゃんに後半戦。おー、来たー、最高最高、しかもスーパー AKB ボーナスやし、やっぱバラの儀式打つときは皆さんこの赤いドレスに着替えて、はい、このねバラを意識してちょっと打った方がいいかもしれないですね。はい、ということでとリアさんが当たったということで着替えました。どうですか？はい、今はもう負けてはないんですけど、リアさんが当たっているということで、まだまだ引き続きリアさんをギャフンと言わせて頑張りたいと思います。リアさん、お待たせしました。来たよ来たよ、このダサい感じ撮っていただいてますか？いやでもね、かほちゃん食べてください。はい、もうすでに3回継続してるね。1回2回3回イエーイ、わかりました、お願いします。約束は約束なんで、はいはい、じゃあ今からつけます。はいはい、アロハー、アロハー。はい、帰ってきました。すごいですね、やっと。でもかほちゃん来たから怖いんですけど、やっぱ自分一人の時の方が続く、敵を吸い取るんで。いや怖い怖い怖い。さあ、ということでちょっとリアさんが今3連続してるんですよ。なんで罰ゲームがなんですけど、ちょっと引き続きまだリアさんには出玉の方は負けてないんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。ルーレットが、うん、あー来た、
チャレンジ。今リアさんが4連チャンってことで私も全部着替えちゃいました。じゃじゃーん。ちょっと足元は見ないでほしいんですけど、やめてください。でもまだリアさんには出玉の方はまだ買ってるので、この後も引き続き頑張りたいと思います。ごめんカホちゃん、リアさん帰ってきましたよ。アロハー。いや久しぶりの衣装、ちょっとやめてください。めっちゃ似合ってるやん。やっぱこうちゃんと衣装チェンジしたら当たるから、ちょっと頑張って。え、何ですか。でも、私もすごいすごいね、かほちゃんコスからもリアさんちょっと怖い。いや私は6連で終わったので、リアさんは6連で。いや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 、終わってください。いやいや、しかもマックスやから出玉めっちゃ多いから。今
対全部早く当ててるから。誰ですか？かほちゃん。そうなんですよ、当てよう。花火も当ててほしい。ちょっと当たりたいですよ。当てたい。はい、ということでただいまで実戦が終了となりました。さあ後半戦最後のねこの花火バトルは、はい、早掛け私の勝利でしたが、リアさんのトータルのね、はい、結果はどうなんでしょうか。また後ほどお楽しみに。はい、はい、ということで、はい、ただいま実戦が終了となりました。イエーイ。ちょっとこれも私が言うところなんですけどね、本当は私でしょ。いやまあ、はい、でも ね本当に今日の一日、うん、もう見ていただいた方は分かると思うんですけど、すごくすごいことになってます。はい、まずね結果から。はい、でどうする、私から。じゃあ私からリアさんからね、はい、私の、まずね、投資が28,500円と、はい、まあ、結構かさみましたね、まあ、この流れ的に負けたんちゃうかと思われる方もいるかもしれないんですけど、はい、なんと挽回でのプラス17,500円、勝利となりました。すごいですね。いやほんま危なかった、うん、はい、途中はどうなるかと思ったんですけど、はい、プラスにプラス17,500円でした、私が。さあそしてかほちゃん、はい、はい、私なんですけど投資が8,000円。これもほんまにすごかったよね。ほんとに初めがすごかって、うん、そっからプラス収支が合計で31,000円なりました。31,000円すごくないですか。いやほんまに、はい、いやもうほんま引き強い引き強いって私言われてきて、はい、もう引き強いって自分で思ってたんですけど、そんな私から見てもほんまに今日何でもすぐ当てるし、はい、もっと早かったんですよ。早当てはもうボロ負けでしたんで。はい、ということで、はい、今日の2人のね、はい、プラス収支はなんと48,500円となりました。ということでですね、アロウェイ以降、今までの総収支が、はい、64,000円。4,000円。わあ！いやこれも今回多分私のおかげで、ね、今回からちょっと私の番組に生まれ変わるアロウェイ以降、皆様よろしく。いやほんまにね今日のタック戦、はい、見事ね、はい、ダブルでね2人ともプラスに終えれましたし、はい、まあ、今は、前までちょっと1万ちょっとしかなかった総トータル収支をなんと64,000円までできたということで、これからも2人でアロウェイ以降頑張っていきたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。